紅葉とちょうどいいな、これめっちゃ綺麗ですね。あの竜めっちゃかっこいいですね。ねえ、いやー紅葉綺麗ですね、ここね、めっちゃ美味しそう。結構団子小さいですね。あとね、まあここ丸山公園なんですけど、結構ね京都ね、俺道不慣れなんで全然わかんない。清水寺ね、大昔に行ったことあるんですよ、子供の頃に、うん、奈良公園と一緒でね、大昔行ったことあるんですけど、ほんと道なんか覚えてないんで迷うと思うんでね、丸山公園よりちょっとねねの道を探そうかな。じゃあもうこっち側行ったらいいんかな。あ、行きましょうか。はい、最近さ、こういう撮り方にハマってんねんけど、工房を出す撮り方めっちゃ綺麗な、これやばい。こっち突き当たり右じゃないかな、多分違うかな。まあ、ちょっと行ってみましょうか。なんか外側でもなんかやってますね、出店ね。これ多分ね右やと思うんですけどね、違うんかな。こっち千代院って書いてるな、こっち、多分反対やと思うんですけどね。こっちね、この時計めっちゃ綺麗やな、ちょっと撮るか。結構綺麗な、すごいなあいつ、やばいな、いいもん撮れた。何の鳥なんやろ、めっちゃかっこいいね。これ以上ズームできないっすね、うん、結構綺麗ですねここね。ああ普通の公園やのに紅葉がめっちゃ綺麗、この紅葉とかめっちゃ綺麗ですね、うん、やばいな。この左の松も、松なんかなこれ、すごいね、うん、ここずっとまっすぐやと思いますわ。ああ地図見た、地図見たからバッチリ。え、こっち何も書いて、何書いてるなこれ。こっちもなんかあるな。ああこっちじゃないはずなんですよね。こっちもなんかめっちゃ綺麗ですね。ああこっちですね。ああそうそう、ねねの道ってね、ほら石道路になってるんですよね。ああここね、多分ここやと思う。何も書いてないな。こっちも綺麗な、何これ。すごいね、見えてるこれ。なんかここめっちゃ綺麗ですね。なんなんやろここ。寺なんかな。あの京都さ、マジで撮るところ多すぎて前に進まん。八坂神社だけで2時間ぐらい撮ってる。はい、まあ多分こっちのはずですね。あ、こっちも綺麗なこれ。反対側も綺麗ですねこれ。すげえなこの道。もう綺麗ですねここね。うん。でこっちですね、左のはず。ですね、はい、こっち行きましょうかね。ここまっすぐのはずなんで。あ、工事してんのか。工事してるやん。傷んだ石畳み舗装直す工事って書いてるな。やっぱし工事してますねこれ。この石をこうやるみたい、なんかしてるでしょ。すごいなあれ、あれで変えてんだ。書いてますね、ねねって書いてるな。高台寺ね、高台寺も有名ですよね。はい、いやーこの石の通路いいですねこれね。あ、まあここ歩いていきましょうか。こういうとことかあったりとかね。どっちなんやろな、マジでこっちで合ってるでしょ。間違えてましたじゃやばいから。多分ねこっち側のはずですね、うん、こっちずっとまっすぐかな。結構細い路地ですね。いやここも綺麗なね。でこっちのね、こっち側やと思う。あ、これなんか書いてるな、ほらねねの道って書いてるやん。ここね書いてますね、ここね。いやこの右やと思います。ああ右、あここ車通んねんな。いやー結構なんか盛り上がってますね、ちょっとね盛り上がって、細い道がまっすぐ続いているっていう感じですね。でここね、ちょっとまっすぐ行ってみようかなと思います。ここね、あの車も通るんでね、橋歩いてた方がいいっすね。ここすごいな、何これ、なんやろここね、ありますね。こっち結構ね、ここ車マジで通るんで、ほら危ないでしょね。ここが車通れるところがすごいな。ちょっと行きましょうか。あのさ、撮る場所が多すぎて時間がいくら経っても前に進まんっていう。いやーやっぱここら辺になるとさすがに人多いな。でもね、ところどころね食べるところが結構あります。あ、ここだな、高台寺。この上高台寺じゃないかな。ねねの道って書いてますね、うん、
ここをね一番上まで上がっていくと高大寺ですね。ネネが祀られてるとこかな、うん、ちょっとねここ行ってるとね多分清水寺まで行くまでに夕方終わるんで、ちょっとねこっち側行こうかなと思いますね。はい、あ広いな高大寺って。広いっす ねほらあそこの台所坂っていうのを登ると左側かな受付あって、ここ確か600円のはずですね拝観料で。左上の池がねめっちゃ綺麗みたいなんですよ。結構広いなここすごいなここの道。あのさ平日でこんだけ人多いんやったら休日やばいなこれ。なんかあるやん飯食うとこ1450円やって。こういう風にね食べ物屋さんもありますねここは。はい、あのめっちゃうまそうな団子あれね、めっちゃ美味しそう。結構団子小さいですねこれ。ここもめっちゃ有名なんで石部浩二って書いてますよねこれね、はい、ここめっちゃね通路狭いんですよ。行きましょうかここの中。あこれでもなんか 写真禁止って書いてある。なんて書いてるのこれ。撮影禁止って書いてますね、はい、中こんな感じっすね。ここまでやったら OK でしょ。結構狭いなこのルートね。うん、まあ、行きましょうか奥まで。やばいな人力車乗れるやん。前も見たけどあのね坂って書いてるぐらいからこっちのはずですね、うん、うわなんかすごい強烈な坂やなこれ。山登りでもすんのかっていうぐらいの坂っすね。え、まさか清水寺って高いとこにあんの。それすらももう忘れたな。行くか。もう前菜やんめっちゃうまそうね。行きましょうか。ここもめっちゃすごいよ。めっちゃ坂きつそう。あのさ車じゃないとやばいんじゃないかなこれ。京都霊山五国神社って書いてんのかな。ああですね、うん、ね。高杉晋作とか坂本龍馬の墓とか書いてるやん。中岡慎太郎とかやばいなこれ。木戸高吉もある。ちょっとね全部行ってるとねちょっと取れないんで、ちょっと二年坂行きましょうか。ここですねこれね。だからちょうど右だね。ほら二年坂三年坂八坂の塔って書いてるな。八坂の塔が見れるんでしょこっから多分。そうっすね、うん、ここ行かへんかったら何しに京都来てんねんっていうくらいのレベルですよね東山だとね。白焼きせんべいって書いてるのかな。ここの坂もすごいなこれね。二年坂双葉って書いてる。ここで飯食うのもね。これあれか後ろめっちゃ綺麗だよここやばいな。そこら中にあのいるんで完全にもういないところ、いない場所を取るのは不可能ですね。この上も綺麗し、まあ、傘この傘綺麗でしょ。ちょうど階段の途中にご飯食べるとこありますね、うん、まあ、行きましょうか。ここから右ここら辺はめっちゃ混む。多分ねこっちのはずっすね。多分ねここら辺から取れるんやと思う。違うかな多分ここら辺からでしょ。あーいい。ちょっとこっからやったら見にくいな。こっからやったら取れる。ここから取れますね。あの上こんな感じですね、うん、結構綺麗ですよね。だからねこっから下にするとねめっちゃ人いるんですよここ。はいじゃあ行きましょうか。あのさバッテリーがもうなくなりかけやばいな。あのどっかでバッテリー買えんとやばい。この株めっちゃ生えるな。あの京都に置いてあるだけやのにね。招き猫もあるし行きましょうか、こっちの上ですね。多いっすねここら辺人めっちゃ多いな。坂っていうか階段がきついなこれ。めっちゃ坂きついなこれ。坂っていうか階段やけど、あそこあれかな桜なんかなあれ。春に来たらめっちゃ綺麗そう、ですね、うん、一番上にはねなんかまんじゅう売ってる店なんかなありますね。こんな感じの八つ橋有名ですよねここ1689年ですね。俺は生八つ橋の方が好きですけど、八つ橋で硬いやつですよね。俺はね柔らかいやつの方がいいんですよ。皆さんはどっち派ですかね。ここからねさらにあの左上がらないといけないですね。さあ行くか。あすごいな。あの言うときますけどこれ平日ですからね。あの休日じゃないよこれ、うん、平日の
昼間ですけど、あ、八つ橋めっちゃ多いな。ほんまね、元祖八つ橋って書いてる。ソフトクリームいろいろ売ってるな。ここあれか、飯食うとこいっぱいあるから意外に混んでないかもしれん。うん、今12時台やけど、まあ、行きましょうか。あ、めっちゃ人多いな、俺やばい。あの修学旅行生とかめっちゃおるし、ぜんざいめっちゃうまそう。900円するけど、ここの道もいいっすね、細い坂めっちゃきつい。あー、ここもなんか綺麗な傘売ってるな、こっちほらね、小食べって書いてるな、小さいお食べって書いてる。八つ橋、やっぱ八つ橋売ってるな。小さな食べきりサイズ八つ橋って書いてますね。250円って書いてた。まあ行きましょうか、こっち。あ、すげえな、めっちゃすげえ。人も多いけど、建物もすごいけど、何もかもがすごい。やばいな、何やこれ、人めっちゃいますね。ここからのアングル撮りたいけど、夜の特別拝観って書いてる。5時半から9時半って書いてる。まあ上上がっていきましょうか。すごいなこれ、仁王門って書いてる。この坂もマジ強烈にきついねんけど、すごいな。こっち行くか、こっちから撮れんじゃないかな。すごいなこれ、景色綺麗ですね、こっからだと。はあ、まあ反対側行きましょうか。こっちね、綺麗ですねここ。あの竜めっちゃかっこいいですね。ねえ、すげえな、めっちゃ高そうこれね。左側には鐘がありますね、結構でかい鐘ね。えすごいな、上がりましょうか。いやーすごいな、めっちゃ疲れた、やっと上登ってきたわ。やばいなこれ、このね上からの眺めもめっちゃ綺麗ですね。あれ京都タワーかな、左側に見えんの。京都タワー行ったことないんですよね。違うんかな、適当に言ってるんですけど、そんなわけないんかな。紅葉とちょうどいいなこれ、めっちゃ綺麗ですね。うん、だいぶ逆光やけど、ちょっと行きましょうか、こっちね。参拝順路って書いてるね。頂上にはこんな建物がありますね。なんて書いてあるのな、字が難しかしくてなんて書いてるのかわからん。あーですね、うん、ね、じゃ人が少ないこっちが行くか。こっちが行けんのかな。うわー結構綺麗なこれ、これすごいな、なんやろこれ。この建物もねめっちゃ迫力ありますよこれね。めっちゃでかいんですよ、近くから撮るとめっちゃでかいですねこれね。ここら辺はね、あの紅葉がめっちゃ綺麗、紅葉めっちゃ綺麗ですね、うん、軽道ね。こっちは行きましょうか。あ、拝観券って書いてるな、ほら見えるかな。いやー紅葉綺麗ですねここね、うん、ね。チケット買ってきました、400円ですねこれね。このしおりめっちゃいいよこれ、本に挟んだりすると裏こんな感じなんか書いてますけどね。で中ね、あの仏像以外は撮影行けるみたいなんで入っていきたいと思います。中入りましょうか。夜やってるから今の。これいけますか。はい、します。